俺なんか今日夢でさ、ヒナーノとさ、メッサンにめちゃくちゃブチギレられる夢見たんだよな。マジで怖かった。何したのか。いや、なんかヒナーノとそのメッサンともう一人誰か知んない人がいて、なぜか知んないんだけど、何も悪いことしないのにめちゃくちゃブチギレられて、で、え、なんで怒ってんのみたいな聞いたら、いやもう分かってないわみたいな、もう分かってないやんみたいな、それでもブチギレられて、マジで何も悪いことしないの。なんなら喋ってすらないのに夢の始まりがもうすでになんか怒られてて、で、え、待って、一回さ、ちょっとさ冷静に話そうみたいな、え、なんで怒ってんのって聞いた、なんで怒ってんのって聞いて、怒られで、それに対して怒られるっていうのを多分5回くらい繰り返して、で、よくわかんない人も、ちょ、うろ覚えだからあれなんだけど、よくわかんない人がね、なんか喧嘩の仲裁みたいなしてくれてたんだけど、よくわかんなかったんだよね。あの人は誰だったんだろうね。で、怒られる夢はあなたの中にある認められたい、可愛がれたいという承認欲求がかつてないほど高まっていることを伝えています。つまり今は寂しさを抱えているし、その状態に不満があるというわけなのです。この夢を見たら人から愛されるにはどうしたらいいかを考えてみるといいでしょう。え、じゃあ何、俺はヒナーノとメッサンに愛されたい、認められたいって思ってるってこと？終わってない？またメッサンに、え、何、私のこと好きなのって言われちゃうよ。